皆さん、こんにちは。埼玉県富士見市のベストインテリアです。今回は、ある会社さんの事務所に、アルミの25ミリ幅のブラインド、立川ブラインドのパーフェクトシルキーを付けさせていただきました。このパーフェクトシルキー、とてもすっきりと、素敵な事務所の窓辺を作ることができます。このパーフェクトシルキーには2つの大きな特徴があります。1つは RDS、減速硬化機能がついています。そしてもう1つは今回ご紹介する、鼻の中を通るコードがありません。まあ、よくアルミのブラインドの場合に、この羽を昇降上下に引き上げ、あるいは加工させるためのコードが通っていますが、このアルミのパーフェクトシルキーにはその穴がありません。手前と送り側のコード、そしてその中を通る羽を支えるための横の細いコード。まあ、その井桁状のコードが、この一枚一枚の羽を、支えているわけですね。大変こう、すっきりしています。この開放するポールをねじることによって、このブラインドの開閉ができます。穴がないために大変すっきりと、ほんとこう落ち着いた窓辺になるかと思います。いかがでしょう。まあ、やはり事務所のブラインドは、事務所の窓は、この横型の25ミリのブラインドが最適かもしれませんね。まあ、ややお掃除には気を使う部分がありますが、まあ、通常は、毛羽立のようなもので横に払ってほこりを、お掃除してあげたらよろしいかと思います。それをなかなかこう溜め込んでしまうと、お掃除が大変厄介な部分がありますが、大変機能的で、事務所には最適な水、窓のしつらいかと思います。どうぞインテリアに対するご相談を気軽に私ども、ベストインテリアにお声掛けください。埼玉県富士見野市のベストインテリアでした。